漢学会は、平安時代中期、後期に、大学領期伝道の学生と、比叡山に延暦寺の僧侶が、3月15日あるいは9月15日に、比叡山再録あるいは、平安教内外の寺院に集まって、ホッ業行をテーマとして、講義、念仏、作詞を行った方へ。元来、日本の大学領は、 当の国古館をモデルとした制度であったが、国古館の運営の中心にあたっていた儒学者は、皇教などを引用して僧侶は、親からもらった頭髪を剃り、親を捨てて寺院にこもるのは、公に反するとして、強い廃物意識を有していた。したがって、その仕組みをそのまま導入して、日本の大学寮も、儒教を教える妙行道を軸に据えており、仏教職を排除していた。だが、 日本においては、一部に摩擦を抱えながらも、仏教と伝統宗教である神道の共存が確立しており、儒教を授与しながらもこれを仏教と相反するとする意識は高くなかった。したがって、国家の統治理念として、儒教的な思想と仏教的な思想が共存していたのである。しかも、旧世紀に入ると、病行道の地位が低下して、生死や関心などの漢文学を扱う。 気伝道が台頭してきたことに加えて、検討士の廃止によって、国風文化が台頭するようになると、貴族社会を中心に、仏教数系の風潮が強まって、大学寮の教官や、学生の間でも授業を離れれば、密教や、信仰の浄土教などに深い関心を寄せるようになった。これに対して、8世紀には、大学寮において一部ながら見られ、渓谷集などによって、 今日でも見ることができる儒教的見地からの仏教批判はすっかり影を潜めるようになった。最初の歓楽会とされているのは、王は4年3月15日に、比叡山祭録の月林寺あるいはその近くにあった、親林寺で開かれたものとされている。主な参加者は、吉重の安種、藤原在国、立花平太公会席前ら起伝学生らで遠略寺川の、 参加者については不明である。後に、大江こらも参加して20年ほど続けられた。本庁門随に召集された参加者の監視などによって、観学会の様子が垣間見える。また、見穂言葉には、会の詳細な様子が描かれている。道書によれば、開催日前日の14日夕方に、延暦寺の僧侶が下山して、会場となる寺院を訪問し、 学生ら属世側の参加者はあらかじめ会場に集って、宿や教文を称しながら、僧侶の来訪を待つ。観学会所日の十五日は、朝から、ホッ行の講読を行い、夕方に御田を念じ、夜は仏教の苦読を称える漢詩を作成する。その後、俗側は白、虚偽の死を、僧側は、ホッ行を朗読して、夜を明かし、翌十六日朝に解散したという。 また、本庁門水には、天園2年から翌年にかけて参加者が、漢学会を開くための会場となる、念仏堂建立を計画していたことが記されている。だが、視力不足から計画は挫折し、さらに主導的な立場にあった、吉重の安種が、漢那2年に出家して、俗会の行事であった、漢学会から離脱したことから、自然消滅したと見られている。なお、 再開された最初の漢学会に参加した第一期参加者の藤原、有国の監視と公開席前の市場に中断期間が19年間であったことが明記されている。この期間については、霊冠2年から省略3年、周期を、長方5年から観光8年までの間のうちの19年間と考えられている。第2期の開始年代は不明であるが、 観光年間に再興されたと考えられている。本庁門水には月林寺がすでに後輩してしまい、代わりの会場を探しに出間取る参加者のために、左大臣、藤原道長が、父の藤原兼家が建てた奉公院を会場として提供したことが記録されている。主導的な役割を果たしたのは、第一期のメンバーの生存者である藤原陸に公開積前とされる。 ただし、参加者は、前回の参加者が主であり、記録もほとんどないことから短期間のうちに再度、中断されたと考えられている。ところが、長元年間に入ると突如として、従来学生らに招かれる立場であった、比叡山側からの呼びかけによって再考されることとなる。このとき随意願いでらにて再考された、漢学会に参加した、菅原貞義の師女によれば、天台座す。 喜び命の呼びかけであったという。喜び命は第二期漢学会最高の中心であった藤原有国の老いで、長元元年に天台座数に補えされて同年間中は一貫して、その地位にあった。したがって、かつての漢学会に関わりがあったと考えられている。この時の漢学会は、末法思想の高まりなどもあって比較的長期に渡って続けられ、 断続的であるが、漢学会関係の出来事も確認できる。英章元年に、太宰言の措置となった藤原京通りは、安楽寺の層である、元縁と図って安楽寺で2期漢学会を始めている。京通りは、文芸的には知られていないものの、漢学会の参加者であった可能性はある。さらに、延休3年3月15日に、グリーンで開催された漢学会は、 漢学会の木として記録が編纂された。なお、この時、藤原成瀬への提案により、漢学会用のホッケ業をあらかじめ整備したという。上略4年3月29日には六原三辻で漢学会が開かれているが、以後同時が漢学会会場として確定する一方で、毎年3月もしくは9月の15日と、 定められていた開催日が記録上初めて破られており、以後開催日の遅延が続くことになる。以後、漢字2年、天英2年及び3年、永久4年及び5年に六原蜜次で開催された記録が残されている。だが、次第に内容が形式化していったことは否めず、球技が再考されたと言われている延久3年の、 半学会でも3月15日の羊の時より、井の時までと、本来の3日がかりの行事がわずか半日で終了している。また、参加者も、先月と呼ばれる経験者、しかもかつては、学生でも今では、式部、大介や大学頭、文章博士といった学生たちから見れば、雲の上的存在の人々が多くを占め、学生と呼ばれた学生参加者が少なくなったために、 円滑な世代交代が行われにくくなった。やがて保安三年三月傍日に六波乱通事で行われた漢学会を最後に以後記録上から姿を消すことになった。漢学会は主に紀伝堂と天台衆の人々を中心とする行事であったが、これに対して平安時代後期には儒教教育の中心であったはずの美行道の学生の間にも同様の動きが発生して、 漢学会と同日に清水寺において、朝講会と呼ばれる法へが開かれるようになったことが、藤原為美さの先週引きに書かれている。だが、その詳細については、不明な点が多い。なお、鎌倉時代以後、寺院内部において、僧侶大衆が、経典の講義を行う、漢学会あるいは、漢学校と呼ばれる儀式が有力寺院を中心に、 行われるようになるに始めたものが著名。他にも今後法事、忍那寺当寺第五寺法隆寺などにも同様の行事が見られた。だが、これらの行事に世俗からの参加者は見られず、平安時代の漢学会とは無関係あるいは極めて希薄なものであったと考えられている。ありがとうございます。